アニメ化。デスパーダ。型式番号 LRX-088。 宇宙世紀をベースにガンダムシリーズの様々なキャラや機体が共演するゲーム、 SD ガンダム G ジェネレーションモノアイガンダムズに登場。時は宇宙世紀 0087、 ブリプス戦役が始まろうとしている頃。サイド7でガンダムマーク2と共にデユーゴに奪われることになった新型モビルスーツであるシスクードという機体は、テターンズが開発した洗脳能力を備えたモビルアーマー、デラスオーノを守るための2体の護衛機の片割れであるわけだが、もう1体の護衛機はその対となる存在であり、その特性も大きく違う形として作られていた。それがこのデスパーダである。名称は右腕の剣を意味している。パイロットは桁外れの嫉妬心を持ち、恋愛感情のもつれから仲間を裏切り、自分が好意を抱く相手でさえ洗脳して利用するといった歪んだ愛情を持つニュータイプ、アイン・レヴィ。今期は敵部隊の多くを殲滅する物量戦特化のシスクードと違い、突出したエース機を破壊するための前衛機としての役割を持ったニュータイプ専用機であり、その特徴として両腕部に付けられたウェポンパックバインダーに多数の武装を搭載しており、頭部はシスクードと同じくガンダムタイプの形状とモノアイを合わせ持ったものになっている。そして特筆すべきはデスパーダが持つ特殊能力システムファブニールの存在で、これは本来はテラスオーノのパイロットであり、強大なニュータイプ能力を持つセラが感じた気配などの情報を効率よく受け取り、戦場の状況を把握して有利に立ち回るためのシステムであるが、セラを従順に従わせてその負担を度外視した運用を行うことで、彼女が持つニュータイプ能力を自分のもののように使うこともでき、その結果、驚異的な戦闘力を発揮することが可能となっている。もちろんアインはセラを洗脳することで、能力を実質奪い取る道を選んだのは言うまでもない。武装に関してはほとんどは左右のウェポンパックバインダーに搭載されたものになり、バインダー下部には見る限り2連装だと思われるビームキャノンが左右で合計2機、詳細な場所には触れられていないようだが、おそらくはバインダー下部先端のパーツを外す形で発射する大型ミサイル、バインダー上部にはミサイルランチャーが合計2機、そしてハンブラビが使用していた高圧電流を流し込む武装である海蛇のサイコミュ制御版であるサイロットが合計4機。また、搭載箇所は不明だがビームサーベルも装備している。最も対エース機ではあるものの、正直一撃の火力に関しては、高出力のメガ粒子砲を持つシスクードの方が高いように見えるが、これはおそらく本機の本命は火力を生かした戦闘ではなく、テラスオーノから受信した高いニュータイプ能力を駆使して、武装が持つ特性を極限に引き出して敵機を制するといった戦闘能力で圧倒するというものであるためだと思われる。以上がデスパーダの性能と武装になるが、本来の予定通り本機とシスクードが連携して運用されていれば、テラスオーノの能力と合わせてほぼ無敵の部隊となる可能性が十分にあり得た。しかし、その兄弟機は争い合う道を進むことになるのである。そして劇中では一年戦争時にアインに全てを奪われ復讐に燃えるシグがカルシスクードをシステムファブニールの力で何度も打ち破った。しかし邪魔が入ったりしたためとどめまでは刺すことができず、そうこうしてる間にシスクードの真の能力が発揮されてしまい、悲劇的な末路を歩むことになっていくのであった。余談だが、本機とシスクードは本編終了後のシナリオでは、テターンズの残党によって何体か作られて強化人間の部隊が運用しているが、中にいるパイロットの能力の違いか、性能自体が劣化版であるのか、その本来の能力を見せることはないようである。今回の解説はこれで終了となります。ご意見、感想等、コメントをお待ちしております。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次回にまたお会いしましょう。